T 先輩です。ノッタン。T 子だよ、ノッタン。ようやく温泉に着くそうです。間に合ったのかしら。まだ入浴中ならいいのですが。そっちじゃないから。最初より先にミルーたちと合流できるかって話でしょ。そうでした。グローも現時点で全部埋めたので、準備は万端です。ボス戦があるとすると掘り石とか全くいらないんだけど、セットするのすらなんか面倒なのでやってません。なんでよ。新しい装備が増えるたびに見直さなければならないので、これで勝てない、となった時に考えようかと。まあいいけどさ。追いついた。いや、ギリギリアウトかも。なんだと。慰み者、それだけはやめてくれ。故障だから。了解。うわ、あんなにいるの？まだ増えたね。ただ、兵士、人間でしょ。こっちとら噛み散らかしてますよ。まあ、そうだけど。舐めるんじゃない。峰内側。どこだよ。なるほど、その竹は相当硬いらしいな。そして買えなかった武器の都合はその竹だな。あ、そういえば形が一緒だね。ということはこの先もいっぱい戦うことになるってことだ。そういうことでもあるね。くらえ！ふう、峰内じゃ。だから。意識はあるよね。ワープってこんなにもリスキーな魔法だったんだな。
を追うの。この間にも慰み者に。許せん。あ、そうか。え、何この突然のバッドエンド集。そんな。全てが夢ならいいのに。あ、そっか。うわぁ、いきなり責任重大。重い選択が来たね。まあなるべくなら過去は変えない方がいいけど、正直今の状況は終わってます。そうね。変えるしかない。Thank you.
適当な、じゃさすがに。場所が問題みたいね。またあそこに戻るの？確かに、私にもおごりはありました。髪をほふったんだぜとか言ってたしね。置いてきてしまったか。え、それって現代に戻るとき大丈夫なの？あ。まあ細かいことは後で考えよう。あぬ。お？線が見えた。
消えた。なんか怪しくない？まさか偽物、なのか。腕が大木レベルのアヌリスは見たことあるけど。あれはすごかった。へえ、でも死なないで戻るだけならまだ良心的。しかも消えた時でもちゃんと道は続いているんだ。どこかに穴があったら怖いね。必ず一回家を選ぶんだから。なんて美しい。嘘。8年も旅したあの辺境が。あの陸のどこかなのかな。左にも透明の足場が。はい、どうやらあるみたいですが今は関係ないのでスルーで。そうなの。まただいぶ後にわかります。超伝説だよな。ちょっと期待しちゃった。何をって言われると別に、なんですが、こんなところにも敵はいるんだなって。本当だね。闘技場で射的です。何？綺麗に避けたね。これ絶対謎解きだ。しろ。よかった。無事でよかった。あんな未来を見ちゃうとね。ふと思いついたのですが、ダメですね。なるほどね。探ってたらようやく気づきました。さっき、おい見逃してるぜ、と思ったでしょ。確かに思った。なんとか気づけました。びっくりしたー。こんなところに矢印があったのですよ。よく見たら透明な床がありました。久しぶりの奥義だね。どうやら空中ダッシュのようです。おお。ちょっ、いいね。
あいつだけは許せない。このままミルーとクロを慰み者になんて、絶対に。さっきからそこにばかり怒ってるのよね。まあそうなんだけどさ。まさかこれが。バルスってよぞ。いきなりだな。ああもう、そうだレーザーは盾だけでないんだ。何かしてこれで犬と戦うの。さすがにそうなったらきつすぎます。君は、まさかだな。これ痛いんだよ。インチクダメージもそうですけど、むしろアイテムをキャンセルされるのが痛くて。実質回復できなくなるのよね。かなり危険です。この辺がギリギリ間に合うかレベルでしょう。あ、どっちにその出血は終わってるか。っておい。あれを食らうともうダメなのね。ここはさすがにかかって予防しておきます。しかし痛い相手にこんなに苦戦するとはね。こんなのが大量に落ちてきたらさすがに世界は滅ぶね。今も一人だね。その攻撃がマジで痛い。スピードもリーチもすごすぎて。一瞬予備動作は出るけど早いよね。これを連打するのが結構早いかな。食らえ！もしかして城に戻る？っていうかそろそろ明かしてもいいと思うんだけどな。ミルー。まだ無事だったね。え、でも黒は。そんな、絶世の美女だからか。それで言うとミルーも美人だから。さすが判断が早い。この辺ギルドの元締めなんだよな。どうやらここで謎解きですね。4つの石を集めるのね。
もしかして嫉妬してる？え？もうバラしてもいいと思うけどな。もけん。ちょうどいいのでここで区切ることにしましょうか。モキュンがいると安全地帯というか拠点って気がするよね。おお、ようやく帰るようになってる。そして盾はやっぱり兵士のだろうね。まだ一個しか買えないけど、まあいずれ買っていくことにしましょう。それじゃ次回もお楽しみに、ノクタン。また見てくれたら嬉しいな、ノクタン。ここは。